試合は同点のまま9回裏。延長に持ち込んで勝利につなげたい。本庄第一の先頭バッターは3番奥田ペドロ。信頼する橋本のミットめがけてセンターへ大きな当たり、伸びる、伸びてバックスクリーンに飛び込みました。さようならホームラン。奥田ペドロ一発で試合を決めました。いいことも苦しいこともあって、で、まあ、最後いい思いできなかったんですけど、まあ、甲子園に来れたこと感謝して今後の人生に生かしていきたいと思います。異国の地、憧れの舞台でサヨナラホームランを打った奥田ペドロ君。ブラジルから来た少年はある思いを胸に抱いて甲子園の土を踏みしめていました。ブラジル移民100周年、奥田ペドロ君は小さい頃からの夢を叶えました。しかしペドロ君の甲子園への道のりは大変なものでした。1ヶ月のずっと俺病院とお母さん一緒。ペドロ君は今年の3月お母さんが倒れたためブラジルに一時帰国。甲子園への夢も諦めかけていました。そんなペドロ君にお母さんはこう言ったそうです。夢に向かってもっと頑張りなさい。彼はお母さんからもらったペンダントを支えに日本に戻ってきました。応援してくれたお母さんのためにも、その思いを胸につかんだ甲子園。遠く離れていてもつながる絆だからこそ打てたサヨナラホームラン。今日は電話しました。はい、試合終わったブースの中電話した。9回裏ホームラン打った、あおめでとうって、あとお母さん元気。ペドロ君にとってかけがえのない夏はまだ続きます。